巴投げの説明をします。これは相四つの場合の巴投げです。私の場合、右足で相手を跳ね上げるんですけども、普通に入ってしまうと相手の手が邪魔をしてしまいます。ですからこの邪魔な手をなくすために、自分の持っているこの釣り手、この釣り手をかける瞬間に外から巻き込むような形で相手の手を殺してしまいます。この後に一度右に技を出すフェイントをかけることによって、相手は自然と自分の重心をこちらへ持ってきます。それを利用して巴投げに入ります。相手を跳ね上げる位置なんですけども、相手のこの股関節、この部分に自分の足がかかるようにしてください。